こんにちは。今日は大変珍しいこちらハスの葉です。お花屋さんでなぜかこのハスの葉だけ譲ってもらってきました。お花まで注文すると結構大変でなかなか手に入りにくい材料です。フレッシュなこの葉がありましたので、こちらと今日は百合を合わせて生けていきたいと思います。まずすごい水の多いところで育つこのレンコンですね。ハスの葉、水がすぐ下がってしまいます。ですので無理やり水を入れるという作業をこれからします。ちょっとこのようにさすがに水が下がってくるとしんなりしてしまうんですけれど、こういうふうになったハスにですね、このような、これはハス用の特別の、注射器のようなものなんですけれど、水をここから一気にハスのこちら穴のところですね、茎の穴のところ、水を吸い上げるところですけれど、ここから水を注射器のように中に入れていくという、そういう作業をします。なかなか優れた道具なんですけれど、ちょっとお花の道具を売ってるようなところでないとなかなか売ってないかと思うんですが、このような可動用って書いてありますけれど、このような中に入っています。そうしましたら、まずこのようにちょっとしなっとしてきちゃった葉ですけれど、こちら水切りをして、そしてこちらですね、注射器の容量ですので水の中に入れて吸い上げます。今この中に水が入ってますので、この穴のところをこうしていただいて、こっちから押し込んでいきます。そうしますと、ここの葉脈のところにどんどん水が入っていくんですね。レンコンって根ですので、いくつも穴が開いてると思うんですが、そのまんまそれが茎になってるっていう風な感じですね。今葉の方まで上がってて、このところに結構入ってきてるんですね。もっとしなっとしていたと思うんですけれど、このように入ってきます。これを、今日のお材料にすべてこのように水をあげていきます。だんだん古くなってくると、葉脈のところが切れてしまったりしていると、なかなかそれ以上先に水が入ってくれないんですけれど、かなり大きくて素敵な、いい感じの 葉になってます。そうしましたら、こんな大きいのもあります。今日は、水盤というか少し足のある自由な感じのスタイルで生けていきたいと思います。もう一回入れておきます。かなり大きめな葉ですね。実はこのような材料なかなか注文でないと入ってこないので、今日はこの葉をちょっと花屋さんに譲っていただいて、大変今喜んでいけているところなんですけれど、びしょびしょになってしまいますので、タオルとかを用意してあたりが水浸しにならないように気をつけてやらないといけないですね。
まあ、ちょっとここの葉脈のところを見ているとどんどん水が入っていくのがわかります。そしたらこのくらい広がってくればいいかなと思います。で1枚入れます。奥の方にも行けたこんな感じですか、かなり大きな感じに今なってるかなと思います。しましたらここに百合を生けていこうと思います。ハスの葉がメインですのであんまりお花はたくさん入れたくないんですけど、ここにちょっと大好きなオンシジウムを一本生けようかなと思います。今日はハスの花は入っていないんですけれど、この縁のピンクの百合を生けて、自由花を生けてみました。どうもありがとうございます。シンプルな自由花を生けていこうと思います。結構しっかりと水が上がって葉の先まで元気にしています。そうしましたらここにピンクッション、今日はピンクッションは1本だけいけます。そしてこちらひまわり、ちょっと可愛らしい花びらのひまわりです。こちらをいけます。ハスの葉の大きな傘の下に、なんか雨宿りをしているような、そんなひまわりが3本、そしてピンクッション、こんな感じの生け花も楽しいんじゃないかなと思います。どうもありがとうございます。